こんにちは。子供が100倍可愛くなるオンリーワンの子供服、ママ作家の河野ゆきえです。今回は私の自己紹介をさせていただきます。何をしている人なのか。それはもちろんママ作家です。ですがママ作家だけでなく、実はフルタイムの正社員としても働いています。私は今となっては作りたい服をデザインをし、型紙に起こし作ることができるようになったんですけども、その技術は働きながら子育てをしながら身につけたものでございます。私も初心者の頃はあって、初めての時はスタイルを作りました。でそのスタイルは私は満足していたんですけども、見た目はガタガタで本当に人様に見せるようなものではなかったところから始まり、他にも小物を作り、服を作り、苦難を乗り越えて、おんぶをしながら裁縫教室に通ったり、その大変な思いをして習得した技術でございます。実績は何かというと、オーダーメイドの子供服をミニで発売しておりました。お客様に、こういう服が欲しいというふうに注文をいただくんですけども、その服を忠実に再現をして発売するっていう感じですね。私の自分のスキルアップのためにしておりました。であとはブログで、私はコスプレを作るのが好きで、そのコスプレの作り方をブログに掲載しておりまして、連日500人以上の方にご訪問していただいてるんですけども、楽しんでもらってます。で特に鬼滅の刃の禰豆子のコスプレが大人気で、私が考案した羽織と着物一体型の、ワンピースタイプですね。こちらの方は、LINE アットに登録していただくと、その型紙の作り方を、無料でプレゼントしているんですけども、毎日のように、LINE アットに登録してくださる方がいらっしゃるという感じです。ですが私今オーダーメイドの子供服も、何も、発売していない状態になります。それはなぜかと言いますと、実は私販売できないママ作家なんです。それはなぜか、私は性格上同じものを作ることができないんです。新しいものを作りたい新しいものを作りたいと思ってしまって、同じものを生産することができないので、ちょっと販売ができないという感じですね。じゃあ一点物を作ればいいじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、私は子供に、自分の子供に着せたいお洋服っていうものを作っているので、作ったお洋服は子供に着せたいんですね。なんで販売できません。じゃあオーダーメイド続ければいいじゃないかってことなんですけども、オーダーメイドって本当に可愛い服を注文してくださるので、その作った服子供に着せたくなるんですね。なんで、でもやっぱり当たり前ですけど、お客様にも返さないといけないんで、本当に辛い気持ちになるんです。なのでちょっとオーダーメイドも自分のメンタルがちょっとやられるので、やめてしまいました。ですが私のこの作った服をお届けをして喜んでくださる方がいらっしゃるので、その私の作った服をお届けしたい気持ちは本当にあるんですけども、やっぱりちょっとできないので、ちょっと方向転換をしまして、私の技術をお届けをして、その、身につけた技術で作っていただいて、喜んでもらうっていうことを、しようかなと思って、私の今の夢は多くの方々に私の技術を提供して、多くの方々にその私の技術でお洋服を作ってもらって、喜んでいただくという、夢になりました。でそれが、今年決まって、こういうふうに情報発信を、するようになったんですけども、この情報発信をもう仕事をしながらやっていると、もう全然なんか量が、足りなくて、私の夢のその多くの方に届けるってことがちょっとできないなというふうに思いまして、今年、11年続けたお仕事を、退職することにしました。なので来年からはより多くの情報を発信できるかと思いますので、楽しみに待っていてください。裁縫はこんな感じなんですけども、私の個人的な自己紹介もさせていただきます。私は1986年の、2020年時点で34歳でございます。で結婚前はスポーツ大好き、旅行大好き、お酒大好きの超アウトドア派で、休日はもちろん家にはいないですし、連休になると友達と旅行の計画を立ててまして、本当に貯金のできない生活を送ってました。でもそれも結婚してからもそんな大しては変わらず、スポーツをして、旅行に行って、
で仕事が終わってからはビールを飲みながらテレビを見てネットサーフィンをするという、あの裁縫とは本当に程遠い生活を送っていた状態でございます。裁縫に出会ったのが、子供が生まれたことがきっかけだったんですけども、まあ、29歳で結婚して31歳に子供を産んで、今、長男が3歳と8ヶ月長女が、1歳8ヶ月でございます。長男の時は裁縫はあの寝た後にやっていたんですけども、まあ、長女が生まれてからはあの動かない時はおんぶしながら裁縫教室に通ってましたし、動き始めてからは、まあ、家で起きてる間にミシンを出してきて、まあ、縫っていたんですけども、まあ、糸で遊んだりフットコントローラーの線を抜いたりして私の邪魔をしながら、育ってきたっていう感じですね。で、まあ、仕事をしながら育児をしながら洋裁をしながら本当に、まあ、今は忙しい日々を過ごしているんですけども、でも本当に、充実した日々を送っています。もし私が洋裁と出会わなければ、まあ、今、まあ、多分習い事なんかしてないと思いますし、まあ、子供のためだけに、まあ、子供に尽くして、まあ、人生を送っていたんだろうなと思います。で、子供を寝かしつけてからはまあ、ビールを飲んでテレビを見てネットサーフィンをしてっていう生活を続けていたと思うし、まあ、子供が育ってから私には何もないことに気づき、まあ、それから何かを探してもしかしたら洋裁にたどり着いたかもしれない、まあ、そういうことを考えたりしております。まあ、私はこの子供が小さい早い段階からこの洋裁にまあ、たどり着くことができたので、この今しかないこの可愛い小さいお洋服っていうものを作ってあげることができますし、まあ、今しかない夢ですね、お兄ちゃんに至っては、まあ、リザードに なりたいだったんですけども、リザードにしてあげることもできました。まあ、私自身は、この技術を働きながら子育てをしながら、身につけて、さらには本当に遠回りをして苦難を乗り越えて身につけたものになるんですけども、まあ、今となってはもっと効率よく短時間でこのオリジナル服を作ることができるようになったというふうに感じてます。で、私自身が働いて子育てをするままなので、働いて子育てをする大変な、大変さも本当に分かってます。なのでこういう方々にどんだけ隙間時間を使って洋裁を学んでもらえるのか、どれだけ効率よく学んでもらえるのか、最速最短でオリジナル服を作ることができるまでになってもらう方法っていうものを考えて考え抜きました。まあ、ですがこの私の技術を多くの方々に提供して多くの方々に洋服を作ってもらって喜んでもらうっていうものは、まだスタート地点に立ったばかりでございます。まだ全く実績がございません。でも私からこの洋裁を学びたいという方がいらっしゃいましたら、あの概要欄に URL 貼っておりますので、詳細をご覧いただけると本当に嬉しいです。本当にこの今の小さい可愛い時期っていうのは今しかないので、本当に一生使えるこの洋裁の技術というものをより早く身につけていただきたい、より多くの方々に私のこの毎日充実した日々というのを過ごしていただきたいという気持ちでこの洋裁の教室っていうのをやっております。ぜひ見るだけでも見ていただけると嬉しいです。このチャンネルでは私が裁縫初期に困ったこととか調べたことですとか、まあ、洋裁のあるあるなんかも情報発信していこうかなというふうに思ってます。気になる方はチャンネル登録お願いします。動画を見ていただいていいなと思いましたらいいねボタン、押していただけるとすっごく嬉しいです。それでは楽しい洋裁ライフを。ただいまこれさえあれば何でも作れる無料型紙集プレゼント中、ラインアットに登録してね。